皆さんこんばんは、かえでです。私は今成田空港に来ています。なんとですね、今からサイパンに出張撮影に行ってきます。もうね、見てわかる通り夜なので、今日は向かうだけなんですけれども、今回ですね、一人じゃないんですよ。とある方と一緒に。じゃん、須藤プロです。こんばんは。今回は須藤プロとサイパンで撮影ということで、よろしくお願いします。楽しみですね。楽しみですね。あっちは高いんだろうなということで、今回ですね、ユナイテッド航空さんの飛行機で、直行便でサイパンに向かいたいと思います。はい、どのぐらいなんだろうな。結構近いみたいなので、あっという間そうですね、寝てたら。じゃあ寝てればすぐ着きます。寝てればすぐだと思います。ではサイパンでまた GO!ハーファです。サイパンに着きました。飛行機はどうでしたか？いや、もうずっと寝てました。私ももう快適でしたね。寝てたら本当あっという間に3時間半ぐらいで着きましたかね。3時間半ぐらい、もうちょっと早いかもしれない。なんか体感すごい早かったですよね。本当すぐ着いたって感じでした。なんかあっという間に着いたんですけど、今日はもう現地時間夜中なので、ホテルに行って寝て、明日はゴルフです。はい、また寝ます。また寝ます。ではまた明日。おはようございます。さあ、フライドホテルに泊まってます。裏には海もすごい近くてすごい綺麗だったので、朝お散歩に行ってきました。今からゴルフ場に行ってきます。いい天気です。やってきました。やってきました。サイパン着きました。はい、まず一つ目のゴルフ場ということで、こちら、ラオラオベイゴルフ&リゾートにやってきました。いい天気ですね。いい天気だし、風が気持ちいいですね。気持ちいいですね。暖かくてもうすごい綺麗なゴルフ場なんですけれども、もう説明するよりも早く見せたいということで、早速行きましょう。はい、行きましょう。僕も見たい。せーの、どうぞ。ドーン。もう一面海ですね。いや、海だし、向こうの島もめちゃくちゃ綺麗だし、水平線まで見えるし、なんか海の見えるゴルフ場って言うけど、こんなにドーンって見えるとこってないんじゃないですか。もうやっぱ日本とは違うリゾート感たっぷりな、本当異空間っていう感じ。本当そんな感じですね。テンション上がる。テンション上がりますけど、ワクワクですね。はい、この後ゴルフできちゃうということで、あれですね、いつも通りプロゴルファーにアマチュアの悩みを見つけてみたを、レッスンをね、お願いしたいと思っております。贅沢インサイパンですね。すごいとかやばいとかしか言わなくなっちゃうかもしれない。語彙力が全然やばいかもしれないですね。はい、早速コースの方にやってきました。すごい、1番ホール絶景なんですけれども、はい、なんといつも通りレッスンしていきます。なんと、はい、いつも通り、はい、アマチュアの悩みをぶつけてください。はい、はい、早速、はい、これ超あるあるだと思うんですけど、はい、まあ大体アマチュアって、朝一のティーショットうまくいかない。確かに本当になんか、まあ、緊張なのか、でよく言われるのが、体が起きてなくて、なんか、まあ、回ってないとか、なんか止まっちゃったとか、見てる人に、あ、今ちょっと止まってたねみたいな、でこのなんか止まってるって表現ってゴルフのレッスンとか、ゴルフシーンでよく聞く言葉だと思うんですけど、いまいち何が止まっちゃうといい球が出ないのかとか、なんかそこら辺の感覚って、僕の中では朝一のティーショットってまっすぐ飛ばしたいから、どうしても手で合わせて、多分腰とか下半身が止まっちゃって、チーピン
OB、うん、出だしくじかれるみたいなイメージがあるんですけど、はい、ちょっとここにあのフードプロの朝一こうドライバー曲げたくないとか、うん、しっかりうまく打ちたいっていうポイントを、うん、今日このサイパンの地で、サイパンの地で、はい、あの内容はいつもと変わらず、はい、変わらず教えていただければ、はいはいはい、特に寒い時期とかね気温が下がってきたりすると余計にその体が止まるっていうことは起きやすかったりもするんで ね、 ね今日は暖かいですけど、はい、日本は寒くなってきたということで、そうです、はい、皆さんのためになるレッスンをしたいと思います。はい、お願いします。はい、それでは早速スドープロに朝一のダメな例、よくあるダメな例をちょっと見せてもらいたいと思います。はい、お願いします。じゃあダメな例を、はいはい、やります。もう緊張気味ですからね、朝一。本当の朝一ですね、はい、今。本当の朝一ですね、確かに。まっすぐ低めの、今は、まあ、球というよりはスイング的にはどういうあるあるな動きになってましたか？今のはもう、はい、下半身の動きが止まってしまって、はい、まあ、ほぼ手打ち、あ、手打ち、はい、手打ち 100% みたいな感じのショットでした。はい、はい、ただスドープロまっすぐ行ってたと思うんですけど、はい、そうですね、手打ちショットだとどういう球出やすいですか？手打ちショットだと基本的にはやっぱり自分のこの、まあ、最初に構えてるところから体の動きが先に、まあ、ロックがかかって止まる状態なので、はい、まあ、それでね、ここで終わりじゃないから、はい、それでボールを打つっていう風になってくると、どんどん手の動きとクラブの動きっていうのが先に先に大きく出てくるんで、はい、当たる時にはやっぱフェース左向くことっていうのがすごく多くなると思います。なので、まあ、結果ボールは左に曲がっていったり、まあ、チーピンだったりとか、あ、そういうボールはかなり多くなってるかなっていう。私普段スライサーなんですけど、朝一は左が、はい、多いんですよ、はいはい、っていうのはやっぱそういうことなんですかね。そうですね、まあ、手が強くなるにつれて、例えばこれチーピンじゃなかったとしても、はい、やっぱり手の力っていうのとか、腕の力っていうのが、はい、やっぱこう下半身のバランスに比べると強くなっちゃうんで、はい、うん、まあ、それで起き上がってチョロしたりとかっていうのも同じような動きだと思います。はい、確かに遠側に当たってチョロっていうのは朝、うん、それもめちゃくちゃ私も多いです。やっぱ手でこう、そうですね、詰まったりとか、うん、やっぱ体を使ってっていう感じじゃなくて、もう手がもう腕の力になっちゃう、はいはい、これは左に行きやすいミスです。はい、今度はそれを嫌がって回転させようとする動きですかね。はい、体を回転させよう、はい、させようと思いすぎた時の、逆にもう体でしっかり打とうと思って打つ動き、はい、の、少しやりすぎちゃったバージョン、はい、はい、いきます。わあ、すごい、スドープロのこんなスライス見たことない。これもありがちなミスですね。はい、はい、これが、はい、まあ、頑張って手打ちをしないで頑張って今度体優先にしすぎて、はい、まあ、振り遅れちゃう、はい、まあ、今度はさっきの手打ちを抑えようとした行き過ぎのミスになってるのが今みたいな形、はい、今さっきよりもインパクトの時にもうスドープロの体が引き寄せ方向向いてる感じでした。はい、そうですね、はい、ちょっと当たるか当たらないかぐらい大げさにやりましたけど、はい、体の意識が強すぎて手が間に合ってないってことですか？そうですね、さっきの逆バージョンです。うん、はい、もう本当バランスなんですけど、はい、そのちょっとバランスの話をできればいいかなと思ってます。はい、やっぱ朝一は分かってても、うん、意識しすぎてスライスしちゃったり、はい、動かなくて手がっていうなんか極端なことになりやすいです。なりやすいですね、やっぱりね、まあ、大げさに意識はしやすくなる一つの原因として、はい、やっぱり朝一って、まあ、練習場で練習しててもどれだけやっぱ体をウォーミングアップしてても、はい、朝の一番最初のティーショットってどんな球が出るかって、はい、ちょっとこう不安要素がすごく強くなっちゃうんですよ。はい、やっぱちょっとこう、ね、意識してたことが大きくなりやすいっていうのは、まあ、ボールを打ちに行くっていう意識が強くなっちゃうので、はい、そこの部分で大げさになっちゃうってことは、うん、多々あるかなと思います。はい、はい、はい、じゃあそしたら、その左、まあ、チーピンだったりとか、はい、もう右のスライスですね、その上半身に関してのバランスが悪くなっちゃって、はい、スタートホールで朝一で起こるミスっていうのを防ぐためにまず、はい、打つ前の心得として、はい、まずスタートホール、まあ、体動かないとか緊張不安要素があるっていうスタートの時点で、はい、100点は目指さないでください。あ、はい、もうそういう気持ち作りから。そうです、はい、そこは入る前ですけど、はい、スイングの技術的なことじゃないですけど、はい、かなり多くの割合、はい、そこで崩すことっていうのは
やっぱ多くあるんで、だからこそ早く腰切んなきゃとか、はい、ボールをきれいに打たなきゃ、フェースをまっすぐにしなきゃっていう意識が生まれてしまうから、はい、僕がいつも心がけてるのは赤点取らなきゃいいんですよ、スタートホール、はい、だから30点以上だったらもう全然合格ラインなんです、はいはい、30点でもいいんですね、自分の中の30点、はい、例えば人によっては100ヤード飛ぶことが30点だと思うし、はい、あのまあコース内にあれば何ヤードでも OK、うん、それがもう30点以上っていう風な、その OK ラインをどん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 下げちゃっていいんで、はいはい、まずそこが一つ、そこの心の余裕からバランスよく振れるってことが生まれてくると思う、じゃあそこまず一つ、あの心理的な部分というか、はい、自分の、心の支えをまず一つ作ってあげるっていうのが一つ、うん、で技術的なところでいくと、まずスタンスの幅を、はい、まずまあ僕が大体、そうですね、イメージですよ、ここはもう日によって変わってきたりするんですけど、自分の調子によって変わってきたりするんですけど、はい、まず最初の構えを、まあ、ノーマルで 100点のショットを打とうとした時の構えてる位置っていうのが、はい、大体僕だとこのぐらいなんですね、スタンス幅っていうのがこのぐらい、はい、このぐらいが大体ドライバーの構え方です。はい、いつも通りだ。いつも通り。はい。で、浅い位置はこの右足だけ、左足はボールのポジションを取ってるんで変えないでくださいね。はい。はい、右足だけ半分ぐらい、へー、狭くしてください。はい。で、まずここの狭くした要素で、はい、腰を回す、まあ、腰が止まる動きですね。はい。腰が止まる動きっていうのを、スタンスを狭くすることによって、はい、こう体が左右には動きづらくなってくるか、どっちかというとこの腰、お尻だったりとか、はい、股関節を後ろに引く動作っていうのはしやすくなるんで、横が縦になる感じ、そうです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 、こういう動きを抑えて、うん、少しこの後ろに行く方の動きっていうのを、はい、しやすくしてあげる、はい、これの1個でまず体のこの右左を向く動きっていうのはしやすくなる、はい、体が止まりづらくなります、はいはい、ここをまず1つ、はいはい、でもう1個は目線、この後ろからターゲットをこうやって見ます、はい、その後ろから見た時、もしくはまあ構えて横でする方もボールが飛んでいくイメージをした時に、はい、いつもの自分のショットよりも目線を下げてあげて、はい、だいたい自分の身長ぐらいでです、自分自身の身長と同じ高さのところを見るようにしてください、はい、上を見ないこと、上を見ないこと、はい、ターゲットも全部そこ、はい、その低いところを見る、はい、でこの動きでじゃあ何が起きるかっていうと、はい、体を無理にたくさん動かすとか、まあ、100% で振るっていうことを、はい、ちょっと目線を下げることで抑えてあげれるし、はい、まあ、これも一緒で頭の高さとかっていうのが上下に変わらなければ、はい、さっき言ったように手で打ちに行く、はい、こうやって打ちに行くこともあれば不安で伸び上がっちゃうことっていうのも、はい、目線の高さを自分の身長で合わせてあげてれば、うん、頭の上下もなくなってくるから、はい、自然と、はい、体のバランスは良くなってくるんで、目線でアドレスした時の形もちょっと変わったりしますか？アドレスの形はそこまで変わった意識を持たなくていいです、はいはい、一番大事なのは、はい、大きな変化はしちゃダメなんで、はいはい、スタンスの幅によって知らない間に動くようになってた、はい、目線によって知らない間に受け入れな動きをしづらくなってたが結構大切なんですよ、はいはい、どっちかっていうと意識的にはスタンスの幅狭くする方がかなり大切にはなってくる、はい、へー、はい、じゃあ少し今の2点を踏まえて、はい、はい、後ろから見たときに、まあ、僕の身長でいくと多分あの黄色い旗よりもの根元ぐらいですかね、はいはい、あのあたり見て構える、ターゲット決める、スタンスの幅をいつもよりもうまく、ボールポジションは一緒です、はい、右足だっけ、はい、この状態でナイスショー、次どうする、お狙ったとこ、はい、ナイスです、いいショットでしたね、はい、ありがとうございます。今のは自分的に触れてない感覚とかはないんですか、その右足をちょっと狭めること、触れてない感覚はあります、でもあえて触れてないことをやってるんで、はい、逆に狙い通り、あ、そうですね、はいはい、今のショットはもうすごく良かった、朝一の中では100、はい、はい、はい、ラオラオベイゴルフ&リゾート3番ホールにやってきました。じゃーん、すごい海に向かって打っていくホールです。すごいですね、開放感、いや、すごいですね、はい、こんなとこ来たことないんですけど、はい、私も本当に今朝一のティーショット打ちますし、はい、あとこういう映えるホールってかっこよく打ちたいと思ってすごいスイングのこと考えすぎちゃったりとか、はい、あと綺麗なんで、あの目線、はい、さっき教えてもらった目線をちょっと教えていただきたいなと思います。わかりました、はい、気をつけなきゃ、ね、いけないことと、いけないポイントを、はい、
かえちゃん30点でいいですからね。あ、そうですね、はい、やっぱ景色が100点なんで私も100点を目指したくなっちゃうんですよ、はい、今危なかったっす。危なかったですね、はい、肩もなんか20センチぐらい上がってるぐらい力入るかもしれなかったっすよ。はい、この時点で目線を少し低めですか。そうです、ターゲットを決めるときに、はい、例えば今のちゃんの目線だったらこの辺なんで、はい、黄色い旗の、そうですね、一番上 の, あの奥の林の上のラインぐらい、あそこにこうボールが飛んでって、だから結構低いと思いますよ、はい、いつも飛んでってるところよりも、はい、多分目線の位置多分ちょっと低いと思うんですけど、うん、かりました、あの位置ぐらいです、はい、でも低いとはいえ、はい、今は私は黄色い旗を見ちゃってたので相当もっと低いですね、そしたら、はいはい、だけどそこぐらいで、はい、そうです、それに比べるとじゃあ今度は高いっていう感じなんで、はい、いつも飛んでくボールよりかは低いところを見るっていう、はい、ターゲットもは変えずにちょっと上、はい、そうです、そうです、わかりました、はい、でいつもが、はい、同じように構えてもらって、いつもがこれぐらいです、これぐらい、はい、じゃあ靴半分ぐらい右足だけ近づけましょうか、これぐらい、はい、OKOKOK、はいはい、ちょっとこれでいけるのかな、いけますよ、半分くらい、はい、行ってみます、はい、おー、ナイスショー、 OK、 ナイスショーです、朝一、これは完璧、100点ですね、はい、私もこのテイクバック上げた時に大きくなりすぎないというか、あ、ここでいいんだみたいな感覚になったので、うんうん、降りてくる時安心でした。大きく振ってない安心感っていうんですかね、はい、オーバーにはならないですね。そうですね、はい、だからもうイメージ先行で100点を出すんじゃなくて、はい、最初のイメージは30点超えればいいところで全てを設定してあげるんですよ、はい、で100点満点のじゃあ今までの自分史上最高の距離のスタンスを取ったとて、はい、そのボールが飛んでいくのは、はい、多分30点ぐらいになっちゃうので、はい、最初は自分を30点の、はい、ボールが出る構えをしてあげる設定をしてあげてから、はい、打った球結果どうなのって言ったら、はい、まあ100点、今のなんかもう本当100点ですけど、はいはい、そういう飛び方をしやすい、はい、なんかこう右足をちょっと半歩入れただけで、はい、なんていうんですかね、いい意味で自分に期待をしないというか、あ、そう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 、はい、それそれそれだったので、なんか一生懸命振ってかっこよく打たなきゃっていうのをもう諦めがついたので、はい、なんか簡単に振れました、う、はい、もう形じゃないです、はいはい、まあ、その形は感覚的にはなんかその物足りなさはあるかもしれないですけど、はい、今のなんかこっちで見てたらめちゃくちゃいいスイングなんで、ありがとうございます、はい、朝一これが打てたらもう1日自信持って振れそうです、ね、そうですよね、はい、気持ちよくスタートできます、そしたら景色も楽しめますから、はい、確かに、はい、うん、 OK、 ナイスショー、気持ちいい。あ、ちょっと強い、強かった、ちょっと強いけどナイストライ、もったいない、うん、すごい、見て、すごい、すごい、めっちゃ綺麗、あそこに打つショートホールですね、これ本当に左打っちゃったら海に直接ドボンぐらい近いですよね、はいはい、もうあと10センチで海にドボンだこれだってユナイテッドさんで4時間弱ぐらい、そうですね、3時間、うん、直行便で、で私たち夜9時半の便だったので、はい、仕事終わりとかでも来れちゃいますね、週末の、あれ、サイパンでホールインワンかな、見えない。でもいいとこ行ったと思ったんだけどな今、いや、サイパンの空気が合ってる合ってる、うん、頑張れ、ゴーゴー、お、行ったかな、バウンド見えたっぽい、惜しいところ、あ、こた、手前まで行ったかな、いいとこまで行きましたね、やったー、ナイス、嬉しい、ありがとうございます、はい、6番ホールにやってきました。こちらがラオラオの名物ホールです。じゃーん、すごーい、
あっち側に向かって打つショートホールです。もうレディースティーが結構前だからすごい迫力、海がねめっちゃ多いんです。怖い怖い、本当に打った後にヨロヨロってしたらほらこっちに落ちちゃう。スタンス狭めてそうですね、スタンス狭めてピッと止まれるように打たないと。でもここ乗せたら気持ちいいですね。乗せたら気持ちいいですね。すごく一生の思い出になるんじゃないですか。本当ですね、はい、一生の思い出になりますね。綺麗。これはちょっと僕今まで来たゴルフ場の中で一番度肝抜かれたというか。おー、はい、結構スノープロ海外多いじゃないですか、はい、なんかこういうの海外にありそうなイメージですけど、ここまではやっぱりいやないですね。こんだけ海が綺麗で、うん、でこの何ですか、岩、はい、崖、草が生えてないこの崖とかが目の前に来ると迫力がちょっとやばくて、はい、映画の世界ですよね。本当映画の世界ですね。綺麗で、この波の音も聞こえて、いやこれは最高だな。奥の山もかっこいい。本当恐竜出てきそうですね。あー、風がちょっと止まっちゃったかも。風に勝てない、情けない。ナイスです。ありがとうございます。もう、ナイスショー！やったー！おい！やったー！ナイスショー！ちゃんと乗ったー！バーディーチャンス！でも今何よりフィニッシュのことだけ考えてました。落ちちゃいけないと思って。行ってみます。やったー！すごーい！ここでバーディーですよ。やったー！本当一生の思い出になりました。ここでバーディー取れたの。やったー！ナイスバーディー！幸せ。確かに。参りました。もう言うことは何もない。はい、ラオラを回ってきましたが、はい、どうでしたか。いやもう景色も最高ですし、はい、あのコースもねメンテナンスがめちゃくちゃ行き届いてて、うん、戦略性もねコース回ってきた中でもめちゃくちゃあるんで、はい、あの本当に楽しいコースですね、はい、そうですね、はい、なんかあのリゾートなので楽しい楽しいで回る感じなのかなと思いきや、うんうん、ちゃんと考えて、はい、難しく作られているなっていう感じが。そうですね、プレーはかなりね、はい、あの考えてプレーしないと、はい、いいスコアはね結構難しいかもしれない、はい、しっかりゴルフができないとっていう感じありますよね、はいはい、これは日本では味わえないんじゃないかなとは思いますよね、はい、何より暖かい環境でいいですね、こういったゴルフができるっていうのは、はい、かえちゃんの距離も暖かすともに伸びてましたが、はい、なんか今日飛んでましたね。飛んでましたね。そうですよね。飛んでましたね。今回ラオラを回ったんですけれども、はい、また他にもゴルフ場にもはい、はい、明日明後日と行こうかなと思っているので、はい、こちらもぜひ楽しみにしていてください。そうですね、はい、皆さんもぜひ、はい、ユナイテッド航空で、はい、サイパンまで来ていただいて、この絶景を味わってほしいです。最高ですね。ホテルからも近かったですし、はい、あったかいし、この後あのゴルフ以外もちょっと楽しんでみながら、はい、サイパンを楽しんでまた皆さんにレッスンもお届けしたいなと思っております、はい、では、はい、私たちは一旦ホテルに戻ります。ホテルの裏のビーチでこんなに綺麗な夕日が見れます。今日はゴルフもして最高の一日です。そしてですね、こちらのビーチで綺麗な写真をいっぱい撮ったんですけど、こちらグローバル Wi-Fi を使ってすぐ SNS に投稿したいと思います。旅の途中にこういう Wi-Fi があるとたくさん SNS も投稿できたり、いろんな調べ物もできてとっても便利です。こちらグローバル Wi-Fi さん概要欄の方に記載してありますので、ぜひチェックしてみてください。この後は夕日を見たらゆっくり夜ご飯を食べて、もう最高ですね。明日に備えたいと思います。須藤プロ、はい、あっち向いてホイしましょう。あっち向いてホイ、はい、やりましょう。最初はグーチョキっぽい。あっち向いてホイやったこれでいいですか。これでいいですか。こうでしょ今。歌舞伎俳優かと思った今。いややばい、やられちゃうと思って。